マイネビキ TV をご覧の皆さん、こんにちは。水谷豊です。寺脇康文です。私は今です。ありがとうございます。自然なことですよね。自然に起きる、無理に変えようとか無理にどうしようと思ったことはないんですけど、自然に変わることが一番、美しいかなというふうに思いますし、そもそもこんなに長くやると思ってませんでしたからね。もう短いシリーズだったら堅物で終わるはずだったんですよ。これだけ長くやるということは、いろんな人たちと会っていかなきゃいけないという時に、あの手この手でこういろんな、やっぱり右京の中にもいろんなことが変化が大きくて、でも常にその変えようと思って変えたことはないですね。変わったとしたら自然に変わったんだ。だから、続いてるのかなと思いますね。無理に変えるとなかなかね。そうですね。限界ありますしね。わざとらしいと言いますか、そういう意味ではもう変わるべくして変わったのかなと思います。関係性をこうしましょう、ああしましょうって一回も話したことないんですよ。そうです。二人がこう現場で感じているようにやっていくことですね。そうですね。我々にとってはいいですね。まあそうですね、そんなにいっぱいやってるわけじゃないんだけど、何人かはこうやったりして、スタッフのモノマネもしたり、出てくださったゲストさんのモノマネもしてみたり、いろいろやらせていただいたりはしてますけどね。僕のマネもしますしね。あ、そうですね。三田さんでも目の前ではあんまりしないですけどね。撮影の時にこちらの方を撮ってる時に、右京さんのきっかけをお願いしますって、その後どうしたんですかっていうようなセリフがあって、豊さんにわざわざお越しいただくのなんなんで、あ、俺やりますよって言って、その後どうしたんですかって言って、亀山君ってやるんです、たまに。いや、本当にね、面白いんですよ。あれはもう、もうずっと続けてほしいですね。わかりました。はい。必要なんですけど、そんなにびっくりしたこれ。時間が。びっくりしなくていいですか。やっぱり総理大臣とか、その政党の幹事長が登場したり、なんか壮大なやっぱり物語になっていると思うんですけど、二人それぞれ台本でご感想をちょっと教えていただいてもいいですか。どうでしょう。やはり相棒ワールドというのがこうあるとして、いろんな世界相棒にはありますね。で、おそらく見てる方も今週はこの相棒好きだったとか、今週先週の方が好きだったとか、次に期待したいとか、そういう方たちいろいろいろな相棒の見方があると思うんですけれども、今回の第初回スペシャルというのはもうこれぞ相棒の原点のような話でしょうかね。2人の絆を巨大なものに対峙していくっていうのを一つのやっぱり魅力、陸の孤島と言われた僕らもないがしろにされている二人が何か巨大なものとか理不尽なものに向かっていくっていうのは、スカッとしていただける要因だと思うんですよね。そうなんですね。あとはそのちょっとしたやりっとくすっと笑えるような、これをまた豊さんの現場で作ってくださったりするので、それも含めて楽しいところもあり、やっぱりきりっとこう頑張れっていうところもあり、いろんな表情のストーリーがあるので、今の緊張するときとものすごい緊張するじゃないですか、シーンによっては。そうですね、で楽にこう笑いながらできるときもあるので、急にも大変緊張する、これだけやっても緊張するかっていうような、これはもういつまでも続くでしょうね。なんかこうこれからものすごい、全部大事なシーンなんだけど、今日これ決めるぞっていうシーンの前って、割とこう2人でうろうろしながら、なんかこうそれぞれ気持ちを高めていくっていうようなことが起こったりしますね。そうですね。そういう時はちょっと普段お話とかもいつもしてるんだけど、そういう時だけは喋らないでこう向かっていく。あんなおしゃべりなのに話しかけないでくれモード出しますけど、それでお互いにそうですね、お互いにそれをちょっと出す、今日決めましょうねっていう、なんかそれもまたいいですね。そうですね。相棒シーズン23、ぜひご覧ください。見てね。